川野から狙っていた大谷、いいインターセプト、横を見て星野へのボール、土立てカット、取り返したカニ、4点目、見事なインターセプトからキャプテンが決めました。カニ正隆、見事なミドルシュート、大きな追加点です。大谷のパス引っ掛けて、このパス逆にインターセプト、思い切ってコースを狙ってポストをかすめるようなシュートです。